はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、クエスです。ということで今日は荒野のことぶき交代の実況の方していきたいと思います。ということで現在来ているイベントなどなどのお話ができればいいかなと思います。それでですね、もう現在イベントが始まって3日目にはなるんですけど、2日間がっつり回させていただきました。今回空賊がマップ回ってると、クエスト回ってると出てくるというイベントになってるんですけど、今回報酬に星音ブースターが実装されたので、そちらの方を手に入れるために周回の方させていただいております。でですね、この仕様が、大空賊が何でしたっけ団長が出てくるんですよね。その大空賊も結構回さないと出ないんですよ、やっぱり。まず最初に何でしたっけ、こう副団長とか幹部とかもちょっと何体か倒さないと団長がまず出てこない状態なんですよ。それで自分2日間ちょっと課金、燃料課金とかしてがっつり回したんですよ。そしたらこういう感じで幹部22回、副団長6回、団長5回という撃退数になってます。ダイヤの方、石の方は割ってないんですよ。ショップの何でしたっけね、なんかイベント用のなんか燃料のこれですね、優勝ダイヤの450燃料をもらえるという60ダイヤで、はい、こちらの方を3つ購入して、がっつりちょっと回させていただきました。普通の大空賊みたいに1日2回とかいう制限がないんで、でもイベント期間が10日になってるんで、最低限1日に2回は倒さないとこの条件達成することが難しい。この星音ブースター絶対取っといた方がいいと思うんですよ。結構性能いいと思うんで、ぜひ皆さんも頑張ってって言いたいところなんですけど、これ多分この仕様上多分課金税じゃないと多分手に入らないんじゃないかな。これ多分期間中に、でも運が良かったら揃うかもしれないんですけど、そうですね、ちょっときついんじゃないかなって思います。それともう一つ現在イベントやってますけども、こちら総当たり戦ですね。自分順位戦とか演習の方はグループ A にいるんですけど、そうですね、戦力的におそらくなんですけど2000位より上の多分戦力になってるんですよ。最近あんまりやってないんですよね、順位戦自体を上に上がろうとしてないんで、戦力が上がってても全然やってないんですよ。なので総当たり戦が2000番台の皆さんと当たってるんで、今回おそらくなんですけど総当たり戦多分1位取れますね。グループ3でしたかね、おそらく。そうですね、ランク3なんで、おそらくあれなんですよ、1位になりますね。総当たり戦来るんで1000位以内に上がろうかなと思ったんですよ。でもなんか順位戦の報酬、1回目も相当しょぼかったんですけど、2回目も別にそんなにいい報酬じゃなかったんですよ、確か。どこに載ってますかね、これですかね、総当たり戦の報酬。ブーンって言ってますけどどこですかね、報酬どっか載ってた、ありました、ありました。ランク1でこれ演習メダルもらえるのは美味しいんですけど、それぐらいなんですよね、うまみっていうのが。
ランク3でも1位だと1250もらえるんですよ。ダイヤも340、ガチャチキ4枚と。なるほど、ガシャチケとダイヤの数はそんなに変わらない。ダイヤは多少少なくなりますけど、チケットは枚数はほぼ一緒みたいですね。そうかそう、演習ポイントでも結構もらえますね。でもランク2の10位でも1000。なるほど。だったらランク1いっとけばよかったかな。まあ、演習メダル、そもそも前回ってもらえたん、前回1回目の時ってもらえたんですかね。ちょっと記憶にないんですけど、ちょっと忘れちゃいましたね。確かその時は6位ぐらいだったんでね。ランク2の。はい。そうですね。はい。今現在、こちら動画上げるのがね、ことぶき飛行隊は2回目になるんですけど、1回目の時はガチャをちょっとね引かせてもらって、なんか課金してますよという話もしたんですけど、はい、まあこんな感じで今現在66レベルという感じでね、結構ハマってやってますね。はい、ということで長々とちょっとお話ししてしまったんでね、動画が長くなってしまうとあれなんで、この辺で終わりにしたいと思います。またイベントのね、進歩っていうんですかね、進み具合とかもまた報告できればいいかなと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。ではまた。